ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの遺憾、Power for Life, Newcom。 待っていたよ。我らが革命のために生まれし、愛しい娘。何をしようっていうの、ディジョン。あなたは、あの時、私から翼を取り上げた。そしてユーピオに、何もかも知ってた。ならば、今お前に翼を返してあげよう。ナイトレーヴェン、どうしてここに。レナ、お前のために用意したこの翼を手に、我々の革命に。やはりあなたがどこなの。姿はなくともここにいる。昔からずっとお前のことを見つめていた。サブリメーション。そうだ。そしてこの戦いが終われば、誰もがこの私のようになる。さあ、自らの手で夢を叶える時だ。レナ、その翼で。私の夢を叶えるため。Okay.
さん、ニューコムで実験を予定しているサブリメーションの被験者に姉さんの名前が。ああ、そのこと。志願したの。何のために私が今までニューコムにいたと思ってたの？いつまでも姉さんは同じ。夢を見るなら眠ってる時だけにしてよ。夢？ただの夢扱いする気？あなた私の何をどう知ってるつもり？誰にも口出しさせない。たとえたった一人の妹にも。姉さんは体や心まで捨てようとしているんじゃないの？まだ実験も成功していないサブリメーションなんて無茶よ。一体何が知りたいの？誰もが進むべき次なる世界。そう、まだ誰も体験したことのない、全てが新しく未知の知覚や感覚によって構成されている宇宙を知りたい。生きる者が必ず持つ肉体が精神や魂といった未知の可能性を秘める存在にまで限界を作っているのよ。たとえそうだとしても、姉さんが望んでいるのは自然から与えられた人の力を超えてる。それは危険な力だわ。そう、その通り。私が欲しいのは選ばれた者が手にすることのできる新しい世界への扉をこじ開ける力よ。人間は決して神にはなれないのよ。よく戻ってきたな、レナ。待っていたぞ。全てはこれから始まる。そしてこの世界を変えるために生まれたナイトレーベンで、レナが秘めた真実の力をじっくりと見せてやろうじゃないか。この世界を変えるのはこのような戦いではなく、ディジョン、あなた自身の姿であり、人々のサブリメーションではないのですか？ナイトレーベンなど使わなくても、あなたが自らの手で人々にエレクトロスフィアの素晴らしさを説くべきです。いや違うな。力とは人に見せるためにあるものだ。今のお前に私の姿が見えるか？いいえ。でも肉体として見える姿に意味なんてあるのですか？今のお前に何がわかる？何も知らずこの世界に縛られ一瞬にして全てを失った者の気持ち。この俺がこの姿を望んだとでも思っているのか？サブリメーションを望んでいなかったなんて。私が、この私がニューコムを裏切り、たった一人の妹までも裏切り、全てを捨ててまで参加したこのあなたの革命に、私が望んでいるのはあなたのその姿でした。この姿だと？それこそお前が私を使って見ようとしているのは無意味な夢に過ぎないということ。お前の現実から逃げるためのな。エレクトロスフィアで一体何が見えると思っている？お前の話はエレクトロスフィアの世界が天国だとでも言いたいようにしか聞こえない。そんなに天国へ逃げたいのなら妹の後でも追えばいい。いや、今こんな私にいつも言ってた。夢なら寝てる時にでも見ろと。でもあなたのおかげで分かった。目覚めの悪い。本日の午後にはニューコムゼネラルリソースユーピオの3組織間で停戦の合意、そして互いの組織が抱える内部反乱分子の捜索と撤去を目的とした短期の業務提携が結ばれるとの発表がありました。この異例の提携劇が実現した背景には、事件の首謀者がゼネラルリソースのメンバーだったこと、そしてニューコムからも数名のクーデター参加者がいたとの報告もありよしよし、いい子だいい子だ。信じられません。これがディジョンと名乗る元ゼネラルリソースのエースパイロットとその仲間が引き起こした事件の結末です。彼は果たして本当にサブリメーションされた人間だったのでしょうか？しかし今は。姉さん、バカな人。メッセージダウンロード、ユーザーアンノウン。はい、フィー。姉さん、きっとあなたのことだから、
今頃は私のことでひどく落ち込んでるんでしょうね。でもあの時は仕方なかった。誰が悪いわけでもない、むしろ感謝してる。あなたが私の肉体を消してくれたから。私は私の夢だったこっちの世界に来れたんだし、あなたは多分これを聞いても信じないかもしれない。でもエレクトロスフィアは確かにある。そして素晴らしい。謎が残されたままです。中でもニューコムでもクーデター側でもない所属不明の機体、すでに移籍したと思われるパイロットについてもゼネラルリソースからの発表は何もありません。とりあえず完成ね。もういいわよ。ねえ、もういいわよ。おい君、本当に寝ちゃったの？おはよう。終わったのか。成功よ。だったら早いとこ頭についてるこの邪魔なやつを取ってくれ。はいはい。君のコピーはもうあっちで起動してる。そうか。ほら見て、このカメラこっちを見てる。誰だ？よく、もう終わったんだろん。ちょっと真面目に後にしなさい。よく、俺はここにいるぞ。聞こえないのか？よく、やめろ。そいつは俺じゃない。よく、ここはなんだ。こいつらはターゲットは確認したか？二人しかいません。よし、負け添えはあの男だけで十分。あと30秒、撤収。テロか？ヨーコ、逃げろ。ヨーコ、ダメだ、聞こえない。ヨーコ、早く気づいてくれ。ヨーコ。なぜ俺はまだ死んでいないんだ。ヨーコ、お前は俺に何をしたんだ。戦闘車の捜索が続けられています。しかし墜落した機体の回収がほぼ終了しているにもかかわらず、未だに生存者並びに遺体などの発見に至っておりません。事件の死亡者が搭乗していたとみられる機体のフライトレコーダーの発見と分析結果によって、事件の詳細についての何か新しい情報が得られるまでこの戦闘の謎は解決されそうにはありません。こんばんは。トップニュース7の時間です。まずはこちらの映像をご覧ください。
これは昨日我々トップニュース7取材班ほか数社のテレビ局に届けられたゼネラルリソース社が極秘裏に開発を進めていた次世代最新戦闘機試験飛行の模様です。ゼネラルリソース社の次世代最新戦闘機開発は軍事航空メーカーのみならずエレクトロスフィア上においても様々な意見が論じられるなど常に世界中から注目されていましたが、その実態は謎のベールに包まれたままでした。それだけにこの度の映像は今後大きな波紋を呼ぶことでしょう。このブーメランを2枚重ねたような特徴的な形状の次世代最新戦闘機は X49 ナイトレーベンと呼ばれ、通常のジェットエンジンのほかイオン推進力によりイオン粒子散布下の空間では通常の4倍の推進力を得ることができ、最大速度はマッハ4とも5とも噂される最新鋭超高速爆撃機です。X49 は超広範囲へのジャミングに長け、この映像に時折入るノイズはそれによるものであると推測されます。ここに収録された飛行試験で発揮されているその能力は最大時の 25% 以下であるとも言われ、20世紀後半脅威と謳われたステルス系戦闘機の最終進化形態として開発が進められてきたものであると専門家は話しています。ゼネラルリソース社だけでなく、ゼネラルリソースとはライバル関係にあるニューコム社、その他世界中の軍事航空メーカーにとって次世代戦闘機の研究開発とその成功は将来的シェアを獲得する最重要課題といえます。そのため開発は極秘裏、トップシークレットとされ、社員でさえそのことを知る者は少数であると言われます。この X49 ナイトレーベンも長い間その存在は謎のベールに包まれたままでした。しかしイオン粒子の分野では他を大きく引き離すゼネラルリソース社がイオン推進に重点を置いた次世代戦闘機開発に挑んでいることは想像するにたやすく、またイオン推進によって生み出される運動性は蒸気を逸脱したものであり、通常のパイロットがそれに適応することは極めて困難であることから、軍事ジャーナリストたちの間ではゼネラルリソース社次世代戦闘機の無人戦闘機説がささやかれていました。
届けられたこの映像から X49 が無人戦闘機であるかどうかを判断することは難しいと専門家は述べています。しかしこの映像によってゼネラルリソースの次世代戦闘機開発が最終局面にまで到達していたことはほぼ立証されたと言っても過言ではないでしょう。今回テレビ局数社に送られた映像ファイルにアドレスなどはなく、差出人は分かりませんが、この映像が流出した経緯に関し軍事評論家ダウ・サトイ氏は、今回の映像はゼネラルリソースが世界中に自社の研究開発が大きく一歩リードしていることを知らしめ、その存在を強くアピールしようとする意図によるものと考えることもできるが、一方で囁かれる元ゼネラルリソース社社員の手によるリーク説もまた否定できるものではない。どちらにせよ今回の流出が近年緊張状態の続くゼネラルリソースとニューコムとの企業競争に拍車をかけることになるであろうとの見解を述べております。また流出先の一つとみられるゼネラルリソース社広報では、今回の流出後 X49 はすでに研究開発が中止され、実験機は解体破棄されたとのコメントを発表しており、流出の経緯に関しては一切の沈黙を貫いています。今後の展開が気になるところです。新しい仲間、見えないけれどもしっかりしてる、そんな技術がナノファイトくんです。